上位選手のハイライトをご覧いただきます。まずは宮田宮沢美咲ですね。宮沢さん1番のバーディーパット、そして3番の第3打。ここからバーディーパット。7番ホールバーディーパット。しっかりこう打ち切ってましたね、はい、で9番です。セカンドショットから この距離のバーディーパット、しっかりと読み切っています、はい、簡単なライではなかったと思うんですが、うん、折り返して14番ホールパー3でまたこのぐらいの距離決めてきました。そして難関の18番ホール第3打、ラフから難しいラフからで下りのパットです。パーパット入れなければ最終組はないという状況でした。しかし決め切りました。よく読み切りました、笑顔はじけるプレーでした。そして小祝さくらです。1番ホールセカンドショット、鋭かったですね、今日ショットが、はい、1番バーディースタートホールバーディー奪いました。そして5番ホールです。短いのは入らなくてちょっとこうねやきもきしていた中でこの長いのが、そうでしたね、入りました。13番です。よく読み切りました、はい、ここで3連続バーディーでした。小祝さん本当やきもきっていうところ見せないですよね。確かに淡々とそうですね、本当にそのプレースタイルはメンタルコントロール素晴らしいです。今すごくこう落ち込んでるなとか一喜一憂してるなっていうのが見えないですよね、はい、見せないのかもしれませんね。4連続バーディーがありました。で16番です。これが第3打、思ったように近づく寄せることができなかった、はい、でもこのパーパット流し込みます。このパー大きいです。で18番ホール、このアプローチは素晴らしかったです、はい、やっぱりしっかりとこう手前から手前から攻めていますよね、はい、見事2位タイでのフィニッシュです。そして単独トップでスタートしていきました福地絵理香のまずは1番ホール、左足下がりの打ち下ろしのセカンドショット、はい、菊池もスタートホール簡単ではないんですよね、この1番ホール、はい、本当ですよね。そして3番です。2番の、ね、ガッツパーの後のそうでした、この素晴らしい3打目、ここでバーディーです。4番でボギーとしますが8番パー3読み切りました。よく読み切りました、折り返して10番です。セカンドショット、
なショットです。はい、これをしっかりバーディーとしました。13番セカンドショット、これもチャンスにつけてバーディーを奪います。18番ホール第3打、深いラフにセカンドは入ってしまっていました。下りのパーパット、これは決められず最後はボギーとなりましたが、単独トップをキープしてフィニッシュしました。